はい、こんにちは。本日はですね、まあ、これ YouTube というよりもですね、うちのそろばん教室ですね、アワカススタジオという場所なんですけれども、まあ、そちらの、まあ、全体統括、がしておりますが、うちの指導理念みたいなものですね、ぜひですね、これから体験を受けられる方、それからまあ、体験終わった後でね、見ていただく場合もあるんですけれども、我々の指導理念みたいなお話をちょっと皆さんに、できたらいいかなと思ってます。少しちょっと長くなるかもしれないですけれども、今からね、皆さんが、通われるかもしれないっていうそろばん教室のお話ですので、きちんとしっかり、見ていただけるとすごくありがたいかなと思います。特に一番最初が大事です。一番最初のその先生の思いっていうのと、例えば保護者さんの思いが、もしも違っていたとしたら、これは後々ものすごく大変なことになります。で、いろんなね、そろばん教室もありますので、なぜうちを選ぶのか、なぜうちをね、しっかり選んでいただければ、まあ、どうなっていくのかみたいなことでですね、ちょっとお話をしようかなと思います。3つ今日、メインのお話をするんですけれども、まあ、すごく、わかりやすく言うと、1つ目は楽しく、そして2つ目はでもしっかり、3つ目はそして外を見るっていうことですね。楽しく、でもしっかり、そして外を見る。ね。で、一つ目からね、お話をしていこうかなっていうふうに思うんですけれども、まず自分自身がですね、まあ、この一つ、楽しくっていう最初ね、お話をしようかなと思うんですけれども、やっぱりね、そもそも、結構厳しい先生が多いですね。僕自身も、まあ、正直、どちらかというと、まあ、楽しくっていうよりかは、まあ、厳しくそろばんを教わってきた、人の一人なんですけれども、で、別にね、それが、いい悪いとかっていうことではなくて、僕自身はね、自分自身の考えですよ。これからの時代、例えばですね、これ3、40年前とかであれば、例えば厳しくても、ちゃんと言われたことをしっかりこなす、しっかりこなした結果、そして、まあ、例えば GDP も伸びていたとか、人口も伸びていたとか、子供の数も増えていたとか、ね。まあ、要するに、経済成長と伴、に伴って、やっぱりきちんと仕事が、なんていうのかな、しっかりこなしていくっていうことをするためには、厳しくても、はい、わかりましたって言って、しっかり、なんていうんですか、言われたことをしっかり進める。うん。っていうことで、厳しくっていうことが多かったと思いますし、また、一方でね、今の時代もね、まあ、正直、結構、そろばんの先生って厳しい先生が多いです。で、まあ、これはいくつか、まあ、理由があるんですけど、まあ、一つの理由で言うと、やっぱりその70歳とか、平均年齢って、結構、そろばんの先生って、まあ、70近いって言われているんですけど、多分今70ぐらいなんですよ。例えば、僕が今に所属している日本珠算連盟ってところは、そろばんの平均年齢68歳です。ね。で、僕はまだ30代ですから、そうするともう半分ぐらいですよね。で、その辺のやっぱりボリュームゾーンの先生方っていうのは、育ってきた環境が自分自身もやっぱり厳しくされて育ってますし、だからその中で自分たちもそのまま教えるっていうね、シンプルなまあ理由がまあ一つ考えられるんですけど、でも僕はやっぱり、なんで理不尽な怒られ方をしなくちゃいけないのかなとかって、子供の頃にやっぱり思ってたこともあって、で、それをなるべく、教室の中ではね、もちろん、完全にね、怖くないわけじゃないですけど、もちろん、ダメなことはちゃんとダメって言いますし、例えば、命に関わることとかですね。ね、あとは、例えば、姿勢が悪いとか、僕が、しっかり、怒るときとかっていうのは、決まってます。基本的には決まってます。うん。で、ちょっとわざとね、大会の前に、ちょっとピリッとした空気をわざと作ることはあります。まあ、ね、ちょっとまあ話が逸れちゃうんでね。それは、なんでかっていうと、その大会前だからっていうのがあったりとかするんですけど、もう基本的にはやっぱり楽しくって、これで、ね、教室に来てもらえればわかります。教室の授業を見学とか、したりとか、あとは、うちの授業。まあ、ちょっと見学には実は、うちは、ちょっと、理由があって、今、費用をいただいてるんですけど、その見学の雰囲気だったりとか、まあ、生徒の話を聞いてもらえれば、多分分かるところなのかなというふうに思います。なので、まず一つはですね、これからの時代、厳しくやるのがいいのか、そしてなんで楽しくって言ったかっていうと、やっぱりこれからの時代っていうのは、今の子供たちって、ほとんど物っていうことに関して見れば、もう絶対充足されてますよね。やるんだからなんかこの物が欲しいから、頑張らなくちゃいけないっていうのは、例えば3、40年前、5、60年前ね、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんとか、になってくると、ひょっとしたら80代、90代の方もいらっしゃるかもしれませんけど、そういった時代って戦後とかだったじゃないですか。で、戦後だったってことを考えると、物もないし、食べるものがないかったりとかするわけですよね。でも、そういったことはなくて、今の子供たちとかっていうのは逆に物を満たされている。じゃあどうするかっていうと、やっぱり自分で何かを楽しくやるっていうこと、自発的に何かを進めていく。だから、例えばこの練習の一つとってもですね、やっぱりだん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 そうなっていくんですけど、
厳しく、例えば言われたことをやるのではなくて、自分で例えば、うちの教室、例えばプリントが後ろに、何枚か、何種類か置いてあったりとかするんですけれども、これをやろうかなとか、あれをやろうかなとか、で、それを先生と相談しながら、で、自分の能力を伸ばしていくと。で、それもだから、楽しく自分で選んでいくと。ね。基本的には、ただ押し付けられるものではなくて、自発的に、自分から練習プリントを取りに行って、あ、じゃあ何桁かける何桁やろうかなとか、ね、まあ、いろいろ、ちょっと、今ね、言ってもこれは、入ったばっかりの、方には話がなるので、何を言ってるかわかりませんけど、とにかく選ぶことができる。で、先生と相談しながら、これやろうかとか、ね、あれやろうかとか、ね、そういったことができていく。で、どちらかというと、その楽しく自発的に自分から進んで練習をする。で、自分から練習をするためには、じゃあどうするかっていうと、例えばですね、教室によっては、その個人総合競技って言って、掛け算、割り算、見取り算だけしかプリントをやらないっていう教室も実はいっぱいあるんです。ですけど、やっぱりじゃあその中から選んでいくためには、当然、いろんな種類がなくちゃ選べないわけですよね。で、その場っていろんな能力があって、いろんな能力を鍛えるし、いろんな科目もあるんです。掛け算、割り算、見取り算っていうのはこの足し算とか引き算のことですね。掛け算、割り算、見取り算の他に、例えば、伝票算っていうのがあったりとか、応用計算って、これ文章題みたいなのがあったりとか、またさっき言った伝票算の中で、伝票暗算っていうのがあったりだとか、で、掛け算、割り算、見取り算の中にも、それが掛け暗算になったり、割り暗算になったり、見取り暗算になったり。じゃあ、先生が例えば、願いましては、356円なりみたいなものを、そろばんでやるのが、例えば読み上げ算だったり。ね、それを暗算で読み上げ暗算だったり。そして、そう、start with 387、203とか。そういう英語で計算をしたりとか。で、英語読み上げ算があるよ。英語読み上げ暗算もあるし。ね、それで、まあ、中国語のね、算値、三倍、八十、チーとか、まあ、そんな中国語の読み上げ算とかもあるし、そういうあれば読み上げ暗算もあるし、みたいな。もう、その場って、あらゆる種目があるわけですよ。まだもちろんまだ言ってない種目もあります。例えば、平方根とか、立方根とか、そんなものって皆さん、わかりますか？わかりますかって言うと、中学生とか、高校生の時にやってるんですね、皆さんね。で、昔のその数学者である関浩和先生、一説には関高和で呼ぶ場合もありますけれども、その数学者が、そろばんで解き方を考えたって言われてるんですけど、まあ、そういった、なんていうのかな、もうものすごい最後の方になってくると、ものすごい手順をたくさん覚えなくちゃいけなくて、で、それをやっぱりしっかり、理解すること、っていうのが大事になってくるんですけど、まあ、とにかく、一番最初、楽しくに戻るんですけど、とにかくいろいろある中で、例えば、もう全部がね、全部が全部楽しいってことはなかなかないと思いますけど、この科目は好きだから楽しくできるとか、そういうのでもいいと思うんですよ。ね、で、その場でやっぱあらゆる能力を伸ばします。例えば読み上げ算で言ったらその耳の能力を伸ばすし、見る力で言ったら掛け算割り算であれば、横に習っていくんですけど、見取り算だったら縦に、問題があるんですね。だからこっちに、次を見る力とかっていうのを、だからこっち、どん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 先を読む力とかっていうのね、僕も本を出してますので 詳しくはですね、そろばん式暗算が子供の右脳を鍛えるっていうところをね、見てもらえればいいかなっていうふうに思います。ちょっと今電子版しかないんですけれどもね、教室に来れば見ることができるので、ちょっと最後は端折ってしまいましたけれども、まあ、とにかくですね、楽しくやるということですね。そろばん自体がやっぱり楽しいものなんですよ。ね、楽しいものなんで、僕はやっぱり楽しいものをわざわざ厳しく教えるものって必要がないのかなっていう気がしているので、もしも厳しくしっかりやりたいっていう方は、まあ、どちらかというと、まあ、僕の教室じゃない方がいいかなっていう感じですね。はい。というわけで、一つ目のお話が終わりました。そして二つ目。でも、じゃあ、楽しいだけで上手になるのかっていう話ですよね。そうではもちろんなくて、でもしっかりっていうところがあるんですよ。じゃあ、でもしっかりっていうところで、じゃあ、うちの教室今12年ぐらいやってるんですけれども、その12年間で、まあ、どういった実績があるかっていうと、まず日本一の生徒、まあ、読み上げ算であったりとか、英語読み上げ暗算とか、まあ、英語読み上げ算、まあ、いろんな、競技があって、まあ、ほとんど日本一を、すべて取得はしているんじゃないでしょうか、生徒の中でね。日本一を取得した生徒が、在籍をしています。その他に、例えば、全種連の暗算10段っていうのが、あったりとかするんですけれども、暗算10段っていうのは最高位ですね。最高位は、もう十数名、獲得をしています。13名かな。今の時点では13名獲得しています。これね、すごく難しいんですよ。実は9段から10段って、まあ、ちょっと細かい話になっちゃうんですけど、9段から10段って、ものすごく数字が厳しく見られるんですね。ちょっとでもなんか、例えば0がほとんど閉じてないとか、ちょっと離れてるとか、それでもバツにされちゃうんですよ。そうやって厳しかったりとかするので、まあ、その中でもしっかり、全種類暗算10段は持っていると。まあ、それで大会とかでも、例えば川崎の大会であったり、まあ、東京都の大会であったり、まあ、関東大会であったり、全国大会とか、まあ、いろんなところ行ったりするんですけれども、その中でやっぱりしっかりと実績を残してます。で、このね、だからただ楽しいだけだっていうのと、やっぱり大会に出てまた楽しいっていうのもまた違うんですよね。
で、うちは、入っていただく方には、そろばんの大会とか検定とかっていうのは、やっぱりですね、目標があるとみんな頑張るんですね。目標があると。で、例えば、野球とかサッカーとかを、例えば、習い事だから習ってたとしましょう。ね。ただ、1年間ずっと練習です。ずっと習い事できたらずっと練習するだけです。まあ、それもいいかもしれません。でも、やっぱり野球とかサッカー習ってるんだったら、皆さん、試合に出たくないですかっていう話ですよね。試合にやっぱり出るということは、そろばんで言うと、大会であり、検定でありっていうところなんですよね。で、やっぱり大会で入賞するから、より面白くなって楽しくなるし、検定で合格するから、より楽しくなって面白くなるし、で、それやっぱり線のスパイラルに持っていくっていうことなんです。うん。なので、うちの目標ね、一つもう一個、ここで大事なお話をしますけれども、うちの目標は3桁かける3桁まで最低暗算でできるようになってもらって、卒業してもらうってことなんですよね。なので、そのためには、じゃあ3桁かける、で、なんでこれを思ったかっていうと、僕が小学校の頃、4年生だったんですけど、4年生の頃ね、僕はその番ね、3年生の7月に始めてるんですが、その4月、4年生でね、転校してきた、ゴミ君ってすごい仲のいい友達がいたんですよ。で、ゴミ君がね、その番とかやってないのに、なんかすごい計算早いんですよ。で、僕その番、やり始めたばっかりなのに、なんでこの子早いんだろうとかって思って、で、その子は、ただ3桁かける2桁まではやっぱ、結構できるんです。早い。早い。でもやっぱ3桁かける3桁ぐらいになってくると、やっぱりなかなかそろばん式暗算の方がやっぱ早いんですよね。結果的に言うとね。だから少なくともそろばんやる以上は、そろばん式暗算ももちろん一緒にやりますけれども、3桁かける3桁までできるようにならないと、例えば中学受験で使うにしても、そのただ計算早い人に負けちゃうし、それだったらやってる意味ないよねってことになっちゃうわけですよね。うん。なので、やっぱりきちんとした水準は目標にしつつ、でもそこで楽しくやる。そして大会とか検定とかに積極的にやっぱりチャレンジをしていく。うん。で、そうすると、で、年に何回もあるんです、正直。で、毎回毎回出なさいとは言いません。毎回毎回出なさいっていうわけじゃないんですけど、でも積極的に出てくださいっていう話をします。で、やっぱり大会出ない子と出る子だと、ものすごくもうね、10倍ぐらい差が違うんですよ。で、さっき言ったその全種類暗算10段取れる子たちは、もうみんなまんべんなく大会に出てます。ね。で、みんな検定もたくさん受けてます。うん。で、これもね、じゃあ、検定の費用とか、大会の費用とか結構かかるんじゃないですかって言われると思うんですけど、例えばね、検定のこと考えてください、皆さん。検定って例えば、じゃあ、1級とか初段とか、うちはさっき言ったその3桁かける3桁まで暗算でできるようにする。まあ、それってイコール暗算単位のことなんですけど、じゃあ、暗算単位を受かるのに、じゃあ、受ける受験費用って皆さん変わると思います？っていう、質問を今したいと思うんですけど、順番に受けてくださいね。うちは暗算だと3級、2級、1級段っていう感じなんですけど、そうすると、別に、時間かけて習う人も3級、2級、1級段は受けるわけですよね。で、だったら、3級、2級、1級段自体を受ける費用自体は変わらなくて、それを早めに、ね、やっぱりね、これね、早いうちに計算得意になるっていうのはすごい大事なんです。もう一個、これポイントがあるんですけど。早めにやっぱりできるようになると、クラスの中でもやっぱ人気者になりますし、圧倒的に強いわけですよ。うん。だからそこで圧倒的な自信も得て、圧倒的な、強さを得て、で、例えば中学受験に臨んでいくとか、まあ、他の物事も自信を持って取り組めるとか、うん、っていうことがあるので、早めにやっぱり検定受ける、早めに大会にたくさん参加するとか、ね。やっぱり、そのようなことをしていくことによって、どん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 上手になっていきます。で、うちの教室の、まあ、いいところっていうのは、まあ、要するに環境ってものすごく大事で、やっぱり上手になる子たちがいっぱいいると、自分もその中に放り込まれると、自分も上手になっていくんです。これ、例えばね、イメージしてほしいんですけど、じゃたくさん上手な人がいる中で上手な、上手になるかどうかっていうのと、周りが初歩の子たちばっかりで、一人だけ、すごい自分ができますっていう場合に、どっちの方が上手になりますかっていうことなんですけど、やっぱり自分にとっての競う相手っていうんですか、やっぱりライバルがいないと、人間って伸びていかないですよ。で、自分自身が実はそうなんですけど、全種類暗算僕10段持ってるんです。ただ、10段を取ったのが25歳の時なんですよ。自分がそろばん教室を始めてから、取ってるんですね。で、9段取ったのいつって言われると、中学校2年生なんです。で、その時に僕が行ってた、まあ、そろばん教室は別に、すごくいいとこだったんですけど、ただ一方でですね、ただやっぱライバルがいなかったです。どん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 それ小学生で辞めていく子がいて、すごい小学生の頃はすごいライバルだったよって子が、やっぱり中学受験とか高校受験とかで辞めちゃって、で、そうすると自分自身が一番、まあ、上手な人だったんですよね、当時はね。でも、9段で一番上手で、その上にいなかった。うん。俺は同じぐらいの学年とか、まあ別にそれは学年が違っててもいいんですけど、やっぱりライバルになるような子がいないと、
自分の実力って上がっていかないんですよね。うん。なので、これだから高いレベルで、今、例えばうちのそろばん教室に来ていただければ、暗算9段以上の子たちがいっぱいいますから、そこでやっぱり一緒に練習をする。そしてそうじゃなかったとしても、やっぱりそろばん教室のいいところっていうのは、やっぱり自分にとってのライバルが見つかる。で、ライバルであり友達であり、で、それを競いながら誰もが上手になっていく。うん。っていうところの、やっぱ環境を作っていくっていうのが、まあ、環境はそれもあります。ね、うちの教室にはあるので、そういったことで、やっぱ相談に来る人がいるんですね。この YouTube で今、ね、この YouTube チャンネルやってるんですけど、やっぱりなかなか一人で頑張ってるんですけど、上手にならないんですけど、どうすればいいですかっていう質問がね、結構いろんな地方に住まれてる方から、飛んできたりとかするんですけど、まあ、その場合はね、オンラインで一緒に練習したりとか、ちょっとまた次のね、話にも関わるんで、まあ、ちょっと一回これぐらいで、一回、二点目は終わりたいと思います。だから一点目楽しく、二点目でもしっかり、ね、そして三点目ですね。これは、さっきの話、二点目のでもしっかりにつながるんですけれども、外を見るということですね。で、外を見るっていうのはどういうことって皆さん思われるかもしれませんが、実は僕結構海外でそろばん教えてます。クロアチアに行ったり、モンゴルに行ったり、インドに行ったり、ベトナムに行ったり、今だとちょっとベトナムの、ちょっと小学校のカリキュラムとかっていうのね、直近では、そういった、作成するお手伝いをしてたりとかしてます。で、まあ、クロアチアでは実際にそのそろばんのセミナーを行って、小学校の先生ですね、公立の小学校先生100人ぐらいを相手に、まあ、3年ぐらい連続でいろいろ講義をしたりとか、一からね、さっきの立法校まで教えるみたいなことをやったりとか、まあ、あと香港行ったりとか、台湾行ったりとか、あと国際大会とかもですね、僕自身がまあ日本国際そろばん協会の、副理事長をしてるので、実は、これね、皆さんね、多分習ってくださる方の大半が日本人だと思うんですけれども、海外のそろばんの伸びってものすごいんですよ。海外の方がむしろ今そろばんをやってます。うん。っていうことを皆さんにお伝えしたいんですね。まあ、これ直近だとそのドバイで大会があったりとかしたんですけれども、で、やっぱり日本のソロバンってものすごくリスペクトされてます。やっぱりソロバンって日本だよね、みたい。で、僕がクロアチアでソロバンを教えてた時も、その先生たちはトルコから最初習ってたんですけど、なんともうトルコから習ったらもうめちゃめちゃで全然上手にならないと。だからやっぱりソロバンって日本でしょっていうことなんですよね。で、僕が何が言いたいかっていうと、ソロバンっていうのはやっぱり日本の強さなんです。日本の、やっぱり寺子屋っていうところがあって、そこで、もともとはね、そのメソポタミア文明の砂そろばんっていうところが始まって、その大陸を渡ってきて、まあ中国とか、そこでやっぱり発展をしていって、そこで日本に伝わり、で、日本の寺子屋でみんなそろばん一生懸命昔はやったじゃないですか。だからこそやっぱり日本の、なんだかんだ言ってね、世界第何位の、やっぱり、一桁台じゃないですか。日本のその GDP とかって。なんだかんだ言って経済大国なんですよね。で、それやっぱり、それなりの係数能力が、やっぱり基礎的に身についているから、日本人はそれだけレベルが高いんですよ。国力が高いって言えるんですね。もう世界何十何位とかじゃないじゃないですか。やっぱりなんだかんだ言って一桁台ですよね。ちょっと下がったなとか言われても。で、それやっぱそれがやってたからなって思っていて、で、それをやっぱり海外を見てるんですね。で、基礎国力を上げたいから、やっぱりそろばんを、小学校のカリキュラムとして入れるとかっていうところも増えてきてますし、うん、そんなところでですね、やっぱりきちんとやっぱそろばんを習うことによって、まあ今、うちのね、もう、高校生とか大学生とかだと、僕は結構しょっちゅう海外行ってそろばんとか教えてたりとかするので、そうするとですね、例えば、先生ちょっと今回オーストラリアで私も教えてくるんだとか、ね、いろんなとこ行ってアメリカでちょっとそういうワークショップやってくるんだみたいな、そんな子がいたりとかしてですね、やっぱり日本のその伝統文化っていうものをしっかりやっぱり学ぶっていうこと、うん。それがやっぱり世界に出た時に、お前は何ができるんだって言われた時に、そろばんができて、そろばんってこんなすごいもので、あと、国の力自体も鍛えることができるんだよみたいなことを、伝えていける人材が、まあ、僕自身はね、増えたらいいなとかって思ったりとか、する一方、単純に日本人自体の今減ってます。日本で今生活をしている中で、まあ、僕自身は親実は両方とも台湾なんですね。なので、僕自身は正直言って小学校の頃とか、まあ、完全に少数派でしたよね。めちゃくちゃ少数派ですよね。で、例えば、国なんか日本語がなんか変だよとかって言われたりとかするんですよ、たまに。うん。で、それ幼稚園、小学校の頃ね。うん。で、まあ、そうは言ってもね、まあ、僕はまあ、今ね、こうやって今皆さんにいろいろ日本語でお使って喋ってるわけで、なんていうかな、その子たちに言われる筋合いはないだろうって、まあ、正直ね、思うぐらいちょっとその当時はいろいろ思ってた部分はあるんですけど、今や、クラスにやっぱ外国人の子ってそれなりにいるじゃないですか。で、それってやっぱり、例えば、コンビニもそうですよね。僕が子供の頃って、外国人が店員だったことって、まあ、そんなに多くなかったですけど、今、ほぼほぼ外国人じゃないですか。うん。で、
外国人に頼らざるを得ないわけですよ。それはしょうがないですよ。だって日本の人口、日本人の人口自体が減ってるんで。で、じゃあそういった時に、日本の子供たちが、じゃあ世界の人たちとどのようにうまくやり合うかっていうわけじゃないですけど、仲良くやっていくかってことですよね。うん。で、それを教えるのも、うちのそろばん教室ではやると。うん、やるというよりも、結構交流の機会があります。うん。で、これもだから、この交流の一つのそのきっかけとしては、例えばその、ツールとして、英語でやる読み上げ算があったりとかね。英語読み上げ算をやることによって、まあ、英語にやっぱり親しみが出る。そして、その結果として、まあ、英語の発音というか、あと、聴力が上がっていって、まあ、リスニング力ですね。で、自然とその海外に興味を持つとか。うん。まあ、何でもいいんですけれども、とにかくその、国内の大会もそうですし、毎年必ず国際大会を、僕の連盟ではやるんですね。で、昔ハワイでやったり、京都でやった時は8カ国が集まったり。コロナのね、あれがものすごく僕も辛かったですけど、コロナが明けてから久しぶりに東京でやった時は、まあ、スリランカ、モンゴル、台湾、日本、マレーシアだったかな、韓国だ、韓国してる人さ、その5カ国が集まって、大会やったりだとか。っていう感じでですね、実は日本であまり国際大会ってね、実は開かれないんですけど、世界的に見るとものすごく国際大会って開かれてるんですね、そろばんの大会って。うん。それよりそろばんって、ものすごく世界的なものなんです。うん。なので、その辺も含めてですね、ぜひ習い事を選びというところにですね、そろばんっていうのを、ぜひ選んでいただいて、で、やっぱりその中でですね、一つ目のその楽しくやる。でもやっぱりしっかりやる。そして三つ目、外を見るっていうことを、その理念としてうちの教室は持っているので、で、そこでやっぱり皆さんと、その共通する、なんていうのかな、価値観を、持っていけるのであれば、ぜひうちのそろばん教室に、まあ、来て一緒にやりたいな。っていうふうに思っています。ということでですね、この動画はですね、まあ、結構長くなったんですけれども、町のそろばん教室アバカススタジオというところの、指導理念という、まあ、指導理念というか、そのやりたいことというか、やっぱり、これね、本当に、相違が起こると大変なんです。例えばね、うちは先ほどちょっとお話ししたんで、暗算台までね、皆さんやっぱ取りましょうっていう話をするんですけど、じゃあ、でも、うちは例えば3級ぐらいまででいいですっていう方が、例えば、うちのその蒲田の教室に来たら皆さんどうなると思います？これ大変ですよ。だって、その方は3級ぐらいでいいって思ってるのに、僕は毎回この目標があるんで、この大会ぜひ出てくださいねと。うん、でもこれやったらすごく上手になりますよ、みたいなこと言うんですけど、いやいやいや、そんなところまで行こうぜってやめてくださいって言われちゃうじゃないですか。うん、なので、うちのそろばん教室の周りに、正直いっぱいそろばん教室あります。いっぱいそろばん教室ありますし、正直、その方に合った形でいいと思ってるんです、僕。僕は、最終的には、みんながどんな形でも、やっぱりそろばんってすごい競技があって、それを、当然能力を開花させるものですからね。僕の本も読んでください、皆さんね。それがどんなやり方であっても開花させるべきものでありますけれども、でもそれをうちの教室はもう最大限皆さんの能力を開花したいと思ってるし、それを楽しくやりたいと思ってるし、それを世界の人たちとみんなと一緒にね、ワイワイできたらもっと楽しくないですかっていうことを、言いたいので、ぜひ、そんな皆さんが、一緒に、そろばんを習ってくれることを、心待ちにしております。というわけでですね、長い動画になりましたが、ご清聴ありがとうございました。ぜひ、一緒に、海外にそろばん広めたりとか、まあ、楽しくそろばんやりたいという人は、本当に一緒になってやっていきましょう。どうも、ありがとうございました。それでは。